2015年4月鉱山新研究図もしこの X4 番です。座標平面上に円 KX2+Y2-8X-6Y=0 があり、円 K の中心を C とすると。また円 K の周上に2点 A86B7-1 を取り、点 A における円 K の接線を L とすると。で、1番、点 C の座標を求めよう。また円 K の半径を求めようと。2番、接線 L の方程式を求めようと。3番、直線 L に関して、点 C と対象の点を D とすると。点 D の座標を求めよう。また、直線 L 上に点 P を作るとき、2つの線分の長さの和、BP+PC の最小値を求めよう。これは3番がちょっとややこしかったかな。いきます。じゃあ1番。じゃあ与えられた式をじゃあ平方完成します。x-4^2 で16を引いちゃうと。で、足す y-3^2で9を引いちゃうと。で、この16と9右辺持ってきて、回答は、x-4^2足す y-3^2=25だから、中心を言えばいいか。中心が4,3ですね。で、半径が5と。はい。じゃあ、図としてはこんな感じです。半径が4,3。で、半径が5の円がこんな感じね。4,3ここね。で、2番が、この L、つまり点86、86はこの円上の点だから、こう接線ね。じゃあ、この接線は、どうやって求めるかっていうと、点 C と点 A を結ぶ、これ、傾き分かりますね。この傾き出して、これ、直交するんですよね。接線っていうのは。だから、この傾きとこの傾きの掛け算したら、-1ですよ。で、これ、傾き出してくれれば、あとは86を取るので、これ出てます。じゃあ、いきます。直線 CA の傾きは、じゃあ、8から4引いて、6から3引きますよ。じゃあ、8-4、X の差分の Y の差ね。それが4分の差。ということは、L の傾きは、これかけこれがマイナス1だから、マイナス3分の4と。これの傾きはね。直交する場合は、2つの直線の傾きはかけたらマイナス1と。で、これが86を通るので、じゃあ、X から8、Y から6引いてください。そしたら y=6=-3分の4括弧 x-8。 じゃあまとめると y=-3分の4x+3分の50と。これ2番ですね。で、次3番。ここの d を今から求める。対象の点だからこれとこれ等しいんですね。これ直交だからいいですね。で、これ直交してるんですよ。じゃあ点 d を ab としましょう。そしたら点 a は今度中点ってことだから、まあこれとこれの平均値みたいな感じで、2分の4足す A、2分の3足す B と。それが当然 L を通ってるんだから、L の直線式に代入します。これをこん中に。これをこん中で代入すると、2分の3足す B、イコールマイナス3分の4倍の2分の4足す A、足す3分の50。ちょっと計算めんどくさいですよ。そしたら 4A+3B、これ75が出てきます。あと L と直線 CD が、直交するので、じゃあ直線 CD の傾きこうですね。点 D と点 C の座標を使うと。で、傾きこうね。で、-1ね。で、これで2番が出てきます。3A-4B=0 と。だからもう一回言うと、4A+3B=75 と、3A-4B=0。じゃあこの1番と2番を使って連立すると、A が12、B が9が出てきますので、じゃあ点 D、じゃあ今の値を入れてください。そしたら D は12、9ね。で、あと三角形 APC、つまりこれとこれは合同なので、じゃあ PC と、つまりね、これとこれは等しいと。これとこれは。ということは、BP+PC の最小値は BD の長さとなる。つまり何言ってるかというと、中1の時の、中学校1年の時の作図の問題でですよ。こうあって、まあ、これを L とすると、これ AB とすると、ALB となる最短距離は言われたら、こうやってるんですか。B から垂線を下ろして、同じ長さにこう、まあ、B' を取ると。で、B' と A を結んで、ここ、ぶつかったここから、こうね。なんでかというと、これ、この三角形同士が合同になるので、これとこれは等しいと。ということは、最短距離は直線なんだけど、これと同じのがこれと。ということで、ここを作図で作ったと。と全く一緒ですね。じゃあ、これとこれが等しい。っていうことは、これ、欲しいのはね、BP 足す BC。これ足すこれは結局、これと一緒だよ。
これ足すこれはこれと一緒だよと。だから B と D の距離を作り取ればいいだけで、 B と D の直線座標はお互い分かってるので、そしたら出ますね。じゃあ BP 足す PC の最小値は BD の長さに等しいと。で B と D がこの座標だから最小値は 12-7 の2乗足す9足す1の2乗にルートね、答え5ルート5となります。よしよし、じゃあちょっと問題を置いておきますので、書きたい人は写してください。じゃあ説明は以上です。